新潟地方気象台は今日、北陸地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。新潟地方気象台によりますと、今年の北陸地方の梅雨入りは平年と同じで、去年より5日遅い発表となります。こうした中、金沢市内に本社を置く住宅メーカー、玉屋建設は、地球温暖化対策として始めた森づくりの活動が20周年を迎えたのを記念して、イベントを開きました。イベントには、社員とその家族およそ150人が集まり、森を散策しながら、植樹してきたおよそ2000本の木々の成長を喜びました。自然がたくさんで気持ちが良かった。今日初めてでっかい木を見てびっくりした。イベントではオーケストラアンサンブル金沢のミニコンサートも開かれ、参加者はその音色に聞き入っていました。